ハランド公爵ベルキル王子は、スウェーデンの王族、海軍軍人。軍人としての最終階級は大将。当時王太子だったスコーネ公グスタフ・アドルフ王子と、その最初の日、マルガレータの三男として、ストックホルム宮殿で誕生。1947年に、長兄ベステルボッテンコウ・グスタフ・アドルフが、航空事故で急成し、当時まだ一歳の甥カール・グスタフ王子が、 高齢の父の啓子として近い将来に応対しとなるべき立場になった際は、他の兄弟たちが君主である祖父グスタフ後世の許可なく、結婚したことにより多い継承刑を放棄していたため、当時まだ独身だったベルティルを接承とすることが検討された。このことにより、 ベルティルは、老い継承者であるカール・グスタフが十分に成人して、血統を保つことが可能になるまで、王族の地位を保持しなければならなくなった。そのため、当時交際していたウェールズ出身の平民である、リリアン・デイビスとは婚約せず、内縁関係に留まることを選択した。しかし、父・グスタフ6世やドルフは即位後、カール・グスタフが、青年に達するまで長寿を保つこととなった。 父の死後、新国王カール16世イグスタフはオジベルティルとリリアンの結婚を承認し、1976年12月7日にドロットニングホルムで結婚式を執り行った。夫妻の間に子供はいなかった。その後も王位継承権、第一位の地位にある人間として、国王の代理としての役割を果たし続けた。未亡人となったリリアン夫人は2013年に、 死去するまで、ハランド公爵夫人殿下として、正式に王族の一員となっていた。1980年1月1日に、王位継承法が改正されたことにより、王位継承権は、カール16世、グスタフの子孫にのみ認められることとなったが、特例により、ベルティルにも王位継承権が与えられていた。ベルティルは、国民からの人気が非常に高く、自動車や、 テニスなどをはじめとする様々なスポーツ競技の講演者並びに愛好家として知られていた。ありがとうございます。